司のお店へ。いやいや、何が嫌なのだ。なんでこんな口やっちゅうねん。飲み物できるのだ。ぬっくぬくなのだ。だっちゃ中年。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。バレンタイン DC アスファルトを駆け抜ける、時間を捕まえた。ニューマキシシングル道に座って Go all the way。こんばんは、佐野元春です。番組ファクリー、今月1ヶ月間、4週にわたって僕は番組を進行していきます。どうぞよろしく。さて今日、演奏してくれる3組のバンド、まずトップはロキチャック、続いてトライセラトプス、そしてブランキー・ジェット・シティ。今日集まってくれたオーディエンスの皆さん、そしてもちろん、演奏するバンドも一緒に楽しいようにしていきたいと思っております。まずトップに演奏する彼ら、ロッキー・チャック、僕は大好きです。素晴らしい個性がデビューしました。ミディ・ライム・レーベルからロッキー・チャック。白い小道、浜辺に立った
曲僕は一目見て、あ、個性的だな、他のバンドとちょっとキャラクター違うなって思ったけれども、これからバンドを目指したいものって何かある？いい曲をやりたいですね、うんうん、いい曲以外はやりたくないかし、うん、それは正しいね、うん、これからもたくさんあのいい曲書いてってください。多分20代にはその20代にしか書けない曲っていうのが多分たくさんあるから、30になってあの時ああいう曲書いとけばよかったって後悔しないようにバンドの方頑張って、あの僕もここから出るレコード期待して待ってます。 ありがとうございます、はい、今日お疲れ様でした。どうもありがとうございました。いやいや、何が嫌なのだ、なんでこんな口やっちゅうねん。飲み物できるのだ、ぬっくぬくなのだ、だっちゃ中年。F1 グランプリ第9戦イギリス、12日日曜夜11時55分。タイヤよ、お前もデジタルか。デジタルローリング技術、デジタイヤ第1弾、ルマン誕生。 Get Done Up。 藤井直行コンサートツアー1998クラブキス、10月12日東京厚生年金会館、7月12日より発売開始。お問い合わせは共同東京まで。へえ、これ君が？ええ、夢だったんだ個展とか開くの。でもできちゃうもんなんだ。嬉しい PC コンパクトプレサリオ、すごくいいと思うよ。コンパクト、ルナシー iPhone。番組ファクトリー続いてます。次のバンドそろそろ、用意できているようですけども、彼らのデビューシングルラズベリー、とてもスイートなパワーポップ、一回聴いただけで、なんとなく楽しくなってくる、そんな曲です。早速紹介します。エピックレコーズからトライスラトプス。We'll be right back.
あれはプロレスラーのマスカラスのことか。まあそうですよ。マスカラスは知ってるの？知ってますよ。まあ世代じゃないですけどね。でもプロレス大百科とかちっちゃい時見てて乗ってましたからね。そのガールフレンドのそばで例えばプロレス雑誌を読んでる時にできたけど。実際そんなこともないんですけど。まあでもそういうことにしといた方がいいのかもしれないですね。でもあの服は僕はすごく気に入ってる。あ、そうですか。だって君がマスカラをつけてる時に僕はマスカラスだろ。そうよくわかんないけど、でもなんとなくイメージしていけるよ。はい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 。わかった。またライブの方も今の調子で続けていってください。次はブリッツでワンマンが決まったんですよ。決まった。それ見に行きます。来てください。 OK、 頑張ってください。はい、ありがとうございます。見て見て来てみてね。お台場夏祭りビーキングワンダーランド、みんな来てね。みんな来てみてね。待ってるよ。ブロードウェイミュージカルビッグプレゼンテッドバイライオン、7月18日より有楽町東京国際フォーラムにて。Misha, first album. Mother, father, brother, sister. ねえ、熱はザウスが涼しいわよ、涼しいわよ。ザウス。高校生までレンタル無料。X ファイルのクリス・カーターが放つ最新作ミレニアム・セカンド、ビデオ好評レンタル中。番組ファクトリー続いてます。今日最後のグループ、言葉が冴えて聞こえるロックンロールバンド、そういうバンドはそんなに多くはないと思いますけれども、彼らの場合はまさしくそうしたバンドです。紹介します。ポリドルアーティスト、ブランキー・ジェット・シティ。これまでに全国ツアー何回かやってきてると思うんですけど、もう30回ぐらい、30回ぐらいやってきて、毎回毎回そのツアーでこう感じることとかある？お酒の量が増えてきたかな。演奏は昔はなんかしゃがり気にやってたかなって言ってたけど、最近はなんか音楽の世界に入っていこう、昔はバンってなんか発散するっていうか、ガツンでやるだけだったんですけど、最近はなんかその世界を作ろうと思って必死です。ブランキーの世界を作る、今までよりももっと深いなんか世界にライブで行けたらいいなと常に思ってる。
えばレコーディングしてる時とライブをやる時とは気持ちが多分違うと思うんだけども、そのライブで自分が作った言葉なり曲をガッとこう演奏で披露していく時に、オーディエンスに 100% 分かってもらいたいと、それともただ楽しんでくれって、そういう感じ。時々俺の言ってること伝ってんのかなって心配になることがあるとか、そんなの構いなしだよとか、どんな感じ？中間ですかね。構わない、関係ないわけないし、かといって自分の音楽を分かってもらいたいとも思わないし、自然にみんなが自然になんか嬉しくなれば嬉しいです。今日のオーディエンス見てても音楽を楽しんでるのと同時にね、言葉もすごく感じてるように僕は感じたけれども、オーディエンスお客さんが、みんなグルーブ掴んでるけども、でも同時にちゃんと言葉もプシッて感じてる、それを僕は感じた。だからそれは素晴らしいなって思った。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。最初の伝言版ティーンズエンターテイメント、かわいい子君を待って。